はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015、山本正侍道パート10かな、やっていきたいと思います。でね、今回が前回言ったようにヤクルト戦、後半戦の初戦の戦いになっております。でね、今のチーム順位は見ていただければ分かるんですけど、ドラゴンズ強いです結構強いよね。勝敗的には59勝31敗、そんなめちゃめちゃ強いってわけじゃないのかな。いやでもそれ、ね、両リーグ勝利数はトップですね。普通に強いですね。あと残り試合52試合ということで、まあ言ってしまえばこれからヤクルトとは首位決戦ですね。首位攻防ってことですね。まあ7ゲーム差あるんで、3連敗しても4ゲームは離れてるんですけど、今回勝ちに行ってね、初戦取ればだいぶ変わってくるので、頑張ってやっていきたいと思います。山田君調子いいんだ、勘弁してほしいな。ということで今日も頑張っていきましょう。そうだね、ずっとルナさんばっかりやらせてもらってるので、ね、ルナにしたら結構勝たせてもらえるのでね、頑張ってやっていきたいと思います。ということでオーダーはこんな感じです。頑張っていきましょう。でね、前回 CS の話は次回のパートでと言わせてもらって、で今回は多分 CS の話になるんじゃないかということで、今回ね CS の話を前回言った通りやっていきたいかなと思います。まあ僕はね、阪神ファンとして CS を見させてもらってたんですけど、結局ね、こうがっつり見れたのというか、テレビで見れたのは初戦だけで、2戦目3戦目はハイライトなり、テキストソフト4なりで見させてもらってたんですけど、いいね、最先いいね。初戦は正直勝てた試合やったかな、阪神はね。巨人的にはこう、なんていうかな、こう次回にね、つなげるような試合展開というかね、いい勝ち方したな、逆にいい勝ち方されたなって感じのが僕の意見でしたかね。その最初の方は、まあ、巨人がいい感じで先制をし、追加点を上げっていう感じで試合が進まっていってね、で何回だったか、6回だったかな、5、6回に阪神が2点を取って、でその後高橋由伸選手の押し出しで試合をが終えたっていう感じだって、まあ梅野選手とかがね3安打打ったりとかして、まああのタイムリー、1点目のタイムリー見た時はあれはマートン帰ってほしかったなと思ったんですけど、僕は見ててね、まあ落ちるか落ちないかギリギリのラインだったので、まあしょうがないかなと思うんですけど、あそこは迷いなく走ってほしかったなっていうのが僕の一つの気持ちだったかな。でこう試合を見てた、まあマイコラス対藤浪で僕は菅野が来ると思ってたんですよね。ただマイコラス投手が来て、本当に序盤の方はなんていうのかな、打てる気がしなかったというか、で藤浪の方はまあいつも通りというかね、調子いい時はあれないんですけど、そこまで調子がいい感じでもなく、普通にセーフになっちゃったね。でまあその後ね、西岡の当たりも梅野の当たりもね、正直西岡の当たりは今思えば普通にフライだったね。あの人が興奮してたんでね抜けたんじゃねえってなったんですよね。でもあの梅野に西岡が話しかけに行ったところとか、まあちょっとね、僕阪神ファンなので巨人の話あんまりできないかもしれませんけど、まあそこのタイミングで、その後梅野が打ったあの感じは僕的には最高でしたね。西岡いるいないで存在感は違うなと思って、でその後、梅野もね、あの先発というか、そのメッセンジャーには藤井とか、その後のね能見さんには、ね、鶴岡とか、まあ、そういうところは阪神あるのでしょうがないはしょうがないんですけど、なんかね、そのまま梅野を出してほしかったかな、バッティング的にはね。本当に調子いい感じでしたからね、梅野のバッティングは。甘いボール来てすぐ打ってたんで、いいなと思ってて、まあ多分明日明後日も使われるのかなと思ってたんですけど、結局、まあ相変わらずキャッチャーはピッチャーによって変えるみたいな感じだったんですけど、なんかちょっと残念だったかな。うわー、抜けるかそれ。やはりヤクルト打線しんどいね。あの川端のヒットが辛かったかな。
まあ、ちょっとね話に集中してしてもらって若干プレーがお粗末な気はしますけど、よし、打ちました。 OK、 二塁へセカンドボールでね、その第2戦目、第2戦目は結構テキスト速報で見させてもらってたんですけど、まあ、1回にゴメスとマートンがホームランを打って3点先制、まあ、これでほとんど試合が決まったような状態でね、まあ、アンダーソンもホームランをその後打ったんですけど、まあ、アンダーソンのホームランはねドームランというか、うん、東京ドームならではのホームランだったかな。正直、うん、甲子園とか普通の球場であれば普通のレフトフライかなとは思うんですけど、まあそこは東京ドームの怖さであり魅力かなとは思うんですけど、うん、まあ、ゴメス、その江川さんがねその時解説してたのが、ゴメスは今シーズンずっと江川さんだったと思うんですけど、その時の解説が、まあ、僕が見たハイライトなんですけど、外角を狙ってるみたいな、内角今回は追い込まれるまでは全て外角を張ってるよみたいなこと言ってて、で本当に内角のボールはびっくりともせず、外角の結構いいスライダーだったかな、スライダー系統のボールを、まあ、もう東京ドーム中段、まあ、どこで打ってもホームランじゃないかな、あの辺りは。マートのホームランもそうやと思うんですけど、もう打った瞬間でしたよね、ゴメスの辺りは、うん、でマートもその後甘い、まあ、甘くはなかったけど外角に投げたかったストレートが内角に来てそれをホームラン打たれたっていう感じで、うん、でその時の菅野の顔というかね、やっちゃったなみたいなその後は菅野あんまりリズムに乗れなかったですよね、結構ピンチピンチで、で自分の失策というかね失策、エラーでね、うーん、点を入れてしまって、で4対2でしたっけ、うん、まあ、立岡選手がやっぱり良かったよね、うん、普通に立岡が良かったかな、僕的には。僕ねその巨人戦っていうのはあんまり見る機会がなくて、で立岡選手っていうのは最近活躍してるっていうのは知ってたんですけど、どういう選手でどういう構え方をしてみたいとかそこまで詳しく知らなかったんですよ、ね、でまあそこで CS で見ることができてね、まあ、一つ勉強になったかなと思うんですけど、いやでもそうだね、すごかったかな、そのあの独特の雰囲気、 CS の独特な雰囲気っていうのは良かったね。よし、アラキアから間に合うか、お間に合った、よし。で、まあ、2戦目はメッセンジャーが良かったよね本当に、うん、その菅野がああいう試合っていうのは、うん、今年のメッセっていうのは、うん、なんていうか打撃戦になってしまうことが多くて、まあ、その勝利数も見てわかるんですけど9勝に12敗だったのであまり安定感はなかったんですけど、本当にこう結局マイクラス選手も3戦目のポレダス選手でメッセ、外国人の方が CS 活躍するのかなっていうね、まあ、結局阪神で打ってたのもマートもだいぶ CS 打ってましたし、ゴメスのホームランで向こうもアンダーソンホームランとかね、アウトコースは外れます、うん、まあ、巨人はスタメンであんまり外人はいなかったですけど、ああいう試合っていうのは外国人の方が活躍するのかなとこう改めて思いましたね、僕は見ててね、ああいうこうああいう場面でこそこう外国人の凄さっていうのは、うん、見れるのかな。でもやっぱり独特な雰囲気は良かったですね、 CS っていうかプロ野球面白いなって見てて、改めて第一戦しか見てないですけど改めて僕はプロ野球いいなって思いましたね。危ね。で3戦目はポレダ対ノーミさんで、まあ、1回にね、もう本当に昨日の再現のように立岡選手、立岡選手ですね、立岡選手がうわうざいはい、バッチだね、立岡選手がスリーベースを打って、でそのまま先制をしてダメ押しの3点に3点を入れてね、まあ、その後阿部選手はきっちりと犠牲フライを打ったという感じで、うん、本当にあの試合は正直ポルダー選手にやられたというか、阪神つける隙はなかったですよね。僕は本当にテキスト速報しか見てないんですけど、よし、 あれは本当につける隙なかったかなと思いましたね。3戦目もう本当にあのなんていうのかな、1対0の時はまだあるかなと思ったんですけど、もう3点2、3点入れられた時にはもう終わったなっていう感じはありましたよね。でパリーグの方はね、結局ロッテが行ったんですけど、
本当に短期決戦ロッテの強さっていうのは異常ですよね。昔から強かったですよ。 CS が始まってからロッテっていうチームは短期決戦に強かったですよね。下克上で日本一になったりとか、なんかこうロッテっていうのは本当に強かったかなっていうイメージが、応援がまたいいのかな、こう独特な応援っていうのが短期決戦に影響してるのかなと勝手に思ったりしてるんですけど、まあこう総括して言わせてもらいますと、やっぱり第一戦取った方が強いね。ロッテも結局第一戦取って、でも第二戦のこう日本ハムの勝ち方っていうのは僕好きでしたけどね。タクが打って、でその後矢野選手が打ちましたよね、あのいい場面で。まあやっぱりそのあれ守りのなんていうかな、もう逆転は許せないっていう場面での守りやったので、後ろに守ったってのはあるんですけど、食らいついていった感がやっぱりあの選手にはあったかなと思いましたね。結構中田も打ってましたし、でもあれだね、ちょっと日ハムは辛い部分もあるんじゃないかな。初戦で大谷があそこまで崩れられるとね、まあほとんどの人があの初戦大谷投げるし勝つんじゃないかって思った人多かったと思いますけどね。まあ本当にあの試合はやっぱりこう大谷の出来を不出来で決まったのかなっていう CS でしたね。正直あそこに波に乗って2戦目勝つっていうのが流れだったでしょうから、あの1戦目大谷の崩れっていうのはだいぶきつかったんじゃないかなと改めて思いますかね。間に合うかバントうますぎでしょう。で結局ねヤクルトと巨人でロッテとソフトバンクですけど、どこが優勝するんだろうね。どこがこうね優勝するのかなと。多分ヤクルト対巨人はね見た感じヤクルトの方が強そうなんですよね、僕の予想ですけど勝手な。まあでも後半には巨人強いのかなと思います。やっぱり中継ぎ陣はしっかりしてるなっていうのは改めて感じましたかね。ヤクルトも、まあ、もちろん、これ間に合うか、間に合ったヤクルトも普通に、ね、中継ぎ陣はいいですし、やっぱり先発の不出来とはなるんですけど、やっぱり巨人のあの打線っていうのは若干こう今しんどいじゃないですか。ヤクルトは完全にこう打力的には申し分がないと思うので、辛いな。今日はやられてますね、まあ、ちょっと援護点ももらえてない感じですけど、それ以上にやられてるかな。でソフトバンク対ロッテ、これはちょっと読めないですよね。最近こうソフトバンクは調子悪いですよね。あの最近というかそのギータが抜けたあたり、まあ戻ってきてね代打で見逃し三振してたのは見たんですけど、そこは見させてもらったんですけど、どうなんだろうね、デッドボール、まあ、ギータがデッドボール多いっていうのは皆さん知ってるとは思うんですけど、やっぱりあそこまでいいバッターだとね内角を攻められるっていうのは間違いないとは思うんですけど、でも逆に畠山とかいいよね、内角が得意だから結構外角で攻められるんで、怪我は、これからよく分かんないですけど、逆に畠山も怪我が多いんでね、どうなんかと思いますけど、あんだけこう内角にポイントを持ってるバッターっていうのは内角投げづらいよね。で流し打ちもできるっていうこの器用さ、さすが打点王かなっていうのは改めて感じましたかね。いやでもバレンティも戻ってきてるし、ヤクルト打線っていうのは怖いですよね改めて。また CS がファイナルステージ始まるのが僕楽しみやなと思うんですけど、でも僕的にパリーグはロッテの方が優勢かなと勝手に思ってますね。やっぱり流れっていうのがあると思いますし、ね、なんかソフトバンク食われそうやなっていう気がしてますけど、僕はねソフトバンクのファンクラブに入ったぐらいの人間なのでソフトバンク応援しますけど、まあロッテにも頑張ってほしい。あの応援はねやっぱり日本シリーズでまた聞きたいかなと改めて思いますかね。で、まあ、そうだね、セリーグの方はやっぱりヤクルト優勝したってことで、 CS にも本当に久しぶりに出てたのかな、本当に久しぶりに出ると思うのでヤクルトには頑張ってほしいかなと思います。神宮でのね、まあ、神宮のね巨人対ヤクルトっていうのはなんか同試合が多い気が勝手にしてるんですけど、どうなるのか
楽しみですね、これから。あ、この動画見てくれてる方はね、CS というかプロ野球が好きな人が多いと思う、野球が好きっていう方が多いと思うので、今後は楽しみだなと思います。うん、またね、コメントなりでまたそういう話できたら嬉しいかなと思いますね。それにしても今日のマサさんはパッとしないね。あっと、これ変えられそう。お、まだ変えられない、ね。まあ、言うて2点差なんでね、この辺でしっかり抑えていくと分かんないよね。あのバーネット、オンドロセックはいいですけど、正直他の中継ぎ陣はヤクルト的にこうあまり能力が高くないので、そこで打っていただけると嬉しいな。でもバーネットも結局41セーブ、まあ、阪神がね辛かったっていうのはオスーファンがいなかったことですよね。正直初戦もオンスーファンがいたらもっとこうね、あそこの高宮の場面 もう正直あそこ高宮しかいなかったと思うんですよ、ね、でもあそこもし、オスーファンがいたら変わってたと思うかなと改めて思うので、やっぱり怪我っていうのは辛かったかなと改めて思います。逆にね、沢村は本当に辛いな。逆にこう巨人の沢村っていうのは良かったよね。本当にこう変わったよね、あのピッチャー抑えになってから。こうストレートにもこう球威がある感じしますし、スプリット、スライダー、なんかこう投げたいところに投げてたなって印象が僕にはありましたね。だから巨人はね、こう勝ったまま8回9回に行けると強いのかなと思いますね。今日は良くないね。今日は良くなかったね。まだ結構投げさせるんですね。正直今の能力で山田君を抑えれるとは思わないですけど、ストレートもほとんど球威がなくなっちゃってるよね。あ、今日はね CS の話をさせてもらったんで僕は満足なんですけど、ちょっとこれで成績が出れば良かったんですけどね、成績が出ずやったので、次回はね、あの話していこうかなと思うんですけど、前回ね、イケアの話をして途中で終わっちゃったので、イケアの続きの話でもしたいかなと思っております。まあね、とりあえず次回の、ファイナルステージ楽しみに皆さん見てほしいかなと思います。多分この動画上げてる時はね、もうファイナルステージ始まってるとは思うんですけどね。まあ、正直こういう動画っていうのはため撮りしないと難しいと思うので、まあ、終わった話では皆さんにとって終わった時にね、この話は聞くとは思うんですけど、お、負けたのにエースに上がった。あ、そう、ありがとうございます。それにはなるとは思いますが、まあ、暇つぶし程度にそうだったよなって思い返していただければ嬉しいかなと思います。はい、どうも。ということで、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。次回はそうだね、なんかこうパッとしなかったからね、ここでもう巨人取っちゃいましょうか。ここでもいい、ここにしよっかな。優柔不断ここかな。14日になると思いますが、14日の巨人戦取っていきたいと思ってます。で、そうだね、巨人戦、 DeNA 戦で阪神、広島と取って、CS に向かいましょうかね。ってことにしたいと思います。ってことで次回は巨人戦頑張っていきたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。次回巨人戦頑張っていきたいと思います。それではね、次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。それではね、宗介でした。さよなら。